チャオ、まひろです。ナイリ、タワーオブシリン続きからやっていきます。で、前回はなんか変な仮面の男にさらわれたんだけど、ちょっと過去の記憶をたどってんのかな。で、サミに人形を隠したから探しなさいって言われるところからだね。で、いろいろ調べていこうかな。いいお天気、お外に行けたらな。あ、フレドリックが見える。大きいお家に何か運んでる。フレドリックは助けてくれた人だよね。自転車をプレゼントでもらったけど、お外に出して遊ばせてくれないんだ。で、これは？かっこいい宝箱だけど、つまんない本でいっぱい。本が宝物みたいに見えるだろうってサミは言うけど、クマのボブはちょっとお怪我をしちゃって、でもすぐに良くなるよ。で、あとは？これ。この猫大好き。パパが私が赤ちゃんの時に作ってくれたんだ。まあ、パパのことは一応好きではあるんだね。サミがお絵描きセットをくれたの。可愛いブラシももらっちゃった。で、サミ？ぬいぐるみを見つけたかい？違う部屋を見てごらん。まだ全部見つけてない。この部屋にはないのかな？ハリーは怠け者。でも私が悲しい時には励ましてくれる。この子は？猫のナナはとっても恥ずかしがり屋なの。でも優しくすればすり寄ってきてくれるよ。で、この子。ヤッホーナナ。え？あ、これはないんだね、名前が。じゃあ違うと、これが？隠してあるっていうか置いてあるだけじゃん。アザラシのマフィンを見つけた。床を転がるのが大好きだね。うん。で、一個見っけ。大砂漠の絵。これ嫌い。怖いんだもん。ここ入れる。あ、ここが自分の部屋ね。オッケーオッケー。で、あとはここ行けるね。お、これか？ネズミのクーパーを見つけた。あんまり頭は良くないけど可愛いよ。うん、これは誰の部屋なんだろうか。コインないね。あ、あ、なんだ、あとこれ。アヒルのウォーリーを見つけた。ウォーリーは賢くてお金が大好き。これお父さんの部屋かな？書斎？この金庫には何が入ってるのかな？うん。パパに怒られちゃうな。ここは入っちゃダメなんだ。でも、どんな本があるか見ちゃおうっと、へへ。ルナとソ、ソル、読めない。つまんない。まあちょっとね、政治的な本が書いてあったり、難しい本ばっかりなんでしょう。時々ここでパパの言うことを聞かなくちゃいけないんだ。悪いことをしたら。悪いことしたら？お仕置きされちゃう？他はなさそうだね。よし、じゃあ。出る？で、下に降りれるのかな？うん。この絵、嫌い。みんなでこんな風に座るなんて、座ることなんてないもん。この絵嫌い。ああ、一緒か。これは？あ、特にない。外は行けない。誰も見てない。お外に出れるかも。でも、サミが怒られちゃうかな。えらいえらい。サミが怒られちゃうから。素敵なお月様とお日様。パパはこの絵が好きって言ってた。うん。で、こっち。お、あったあったあった。ペンギンのペンペンを見つけた。蝶ネクタイが似合ってる。あと1個かな。
お皿割らないように気をつけなきゃ。夕飯の時は緊張するから嫌。で、これは誰？王様だ。サミに王様についてよく勉強させられるんだ。あ、これが王様なんだ。へえ。あとこっち？うん、ここは何？お風呂。お風呂大好き。水をピチャピチャするんだ。うん。で、これか。猫のモモを見つけた。モモは大親友だね。全部見つけたね。ぬいぐるみ全部見つけた。楽しかったな。サミに全部見つけたって言わなきゃ。もうじゃあサミのとこに戻る？そこが気になるけど。こっちか？うん。で、ここ。で、ここだね。はい、サミ。あれ？サミ？サミ見て、見つけたよ。おお、よくやったね。では、冒険は終わりだな。レッスンの時間だよ。サミ？ん？どのくらいサミは私の先生でいてくれるの？私がどのくらい？ナエリ、心配することはないんだよ。この先ずっと君の先生でいるからね。じゃあレッスンを始めようか。どのページだったかな？拘束されてる。サミ、ここはどこ？なんで口を縛られてるの？チェーンも。あ、マスクの男、あいつに誘拐されたんだ、されたんだ。待って、マスクの男は二人いた？それは後で、まずはここから脱出しなきゃ。あっちにいるのはレックス？なんか振り子が催眠術かけられてんな。レックス。私たちはソルーナのために生き、ソルーナのために死ぬ。私たちはソルーナのために生き、ソルーナのために死ぬ。あの声、女の人だ。私たちの精神に迷いはない。私たちはもう決心している。私たちの精神に迷いはない。私たちはもう決心している。繁栄のためソルーナタワーを再建する。永遠の命のためソルーナタワーを再建する。繁栄のためソルーナタワーを再建する。永遠の命のためソルーナタワーを再建する。私たちはソルーナのために生き、ソルーナのために死ぬ。私たちの精神に迷いはない。私たちはもう決心している。ずっと同じこと言ってんな。はい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 。あの人、レックスを洗脳してるの？ヘッサ、男の声、上から聞こえる。マヒアだ。俺たちを追ってきたんだ。なんで？待って。今すぐ上に行く。やった。あいつ上に行っちゃった。チェーンを取り外さなくっちゃ。待って。私の持ち物が全部なくなってる。セーブ。あ、はい。セーブします。で、なんでいつも地下に閉じ込められるの？とりあえず落ち着こう。チェーンをどうにかして外さないと。外せるか、こんなもん。なんか見る。これは今行くよレックス、もう少しだから。これはこの竹、長い。取ってみる？ぐぬぬぬ、思ったより硬い。
お、折れた。竹の枝を手に入れた。長くて強度もバッチリ。で、これをどうする？どれも使えそうにない。ん？あの牢屋のドアを開けなきゃ、レックスを助けないと。このチェーンがなかったらすぐにでも助けられるのに。その竹の棒でなんかできたりする？加えて。はい。ダメだ。あとは？なんか、何もできないよね。ん？あとなんか、ああ、同じことの繰り返しだ。なんかできない？使えない。でも何もできないもんな。どっかあと調べる。あ、これか、鍵。あ、あそこ、鍵だ。でもどうやったらあれに届く？どんぐらい離れてるかわかんないけど、これか？あれ？これで。よし、鍵に届くかな。ゆっくり。ぐー、もう少し器用だな、足伸ばして。やった、取れた。鍵を手に入れた。この鎖の鍵だといいな。どうなんだろうか。で、こうかな。お願い、この鍵で合ってますように。お、取れた取れた。やった、開いた。これで自由だ。でもこれじゃレックスの牢屋のドアは開けられない。早く二人で脱出しないと。何かいい案は？うん、このチェーン痛かったな。もしかしたらここから出られるかも。この柵を取らないと。アイテム他にあるかな。この椅子、これを使えば上の柵に届くかもしれない。椅子を動かす。やってみよう。うん、動かしたね。で、竹に助けられるなんて思ってもみなかった。ありがとう、竹さん。で、ここには何もあとなさそうだね。ここ何もないの。どれも使えそうにない。あそこにある布が使えるかも。ダメだ、他に何かあるはず。ん？布がダメ。上に行けんのかな。ちょっとクリックしちゃうな。じゃあ上かな。上の階からすごい音がする。あいつら喧嘩してるのかな。今なら気づかれないかも。私の持ち物を取り返せる。上に行く。よし、やるぞ。見つからないようにかがんでた方がいいかも。お、なんか話してんな。ヘッサ、マヒア、私たちを尾行したの？マヒア。お前だったのか。罪のない人々をさらっていくマスクの悪人は。あんなに面倒を見てやったのに、こんな狂気の沙汰にヘッサも巻き込んで。そうイライラするな、マヒア。ヘッサは自身の決断で私を助けてくれている。それに罪のない人々などここにはいない。罪人だけだ。彼が正しいわ、マヒア。それに私たちはこいつらを助けようとしてるだけ。私たちはシリンを救済してるの。ソルーナ教を強力にしてるだけ。だが人々はそれを望んではいない。馬鹿げていると思わないのか？ヘッサ、わしはお前が苦労してきたことは他の誰よりも分かっている。だが人を傷つけるようなことをしてはいけない。マヒア、ヘッサの才能に気づかないのか？
誰も傷つくことはない。そうよ、マヒア、あなたにも見せてあげる。なぜなんだ？なぜそんなにこだわる？ダメだ、ヘッサ。こいつには理解できない。いや、理解などできる。そして、それを見逃すことは絶対にしない。絶対にしない？罪のない人々に催眠術をかけることはもうこれで終わりだ。わしがここに囚われている人を助け出す。ダメだ。マヒア後悔するぞ。お前、わしを脅しているのか？ああ、かなり長くなりそう。早く持ち物を取り返して、ここから出よう。ここだよ、これね。あれ、私のカバン。静かにカバンを取って。取れる？カバンを取り返した。よかった、中身はそのままだ。よし、このまま下の階に戻ろう。今のうちにレックスを助けるんだ。おう。で、ピッキングツール使えるのかな？おー、ナイス。やった。ピッキング成功。でも、ピッキングツールが壊れちゃった。で、中入る。行っちゃってるな、顔が。よだれ出ちゃってるし。おい、ちょっとレックス、起きて。私たちはソルーナのために生き、ソルーナのために死ぬ。わかった、これしかない。ごめんね、レックス。ぶん殴る？早く戻ってきて。痛い。ああ、ダメだ、おかしくなってる。どうしたら元のレックスに戻せるの？何かいい質問をすれば。彼が知ってる人について聞く。わかった、レックス。じゃあ、あなたの知ってる人については？恋人とかはいる？恋人？ああ、こういうのはあんまり聞かない方がいいかも。私たちはソルどうす、何聞きゃいいんだ。エッサについて彼の名前を聞く。レックス、聞いて。自分の名前はわかるでしょ？名前、俺の名前は、レックス。俺の名前はレックス。いい感じ。ちゃんと答えられてる。もっといろいろ聞き出そう。顔が。研究のことについて聞けばいいんじゃない？レックス、これはわかるよね。あなたの研究について教えて。研究。調査。けなきゃ。見つけなきゃ。タワー。ソルーナタワー。そう、レックス。ちゃんと返事をしてる。聞いてるみたい。あともう少し。ろうそくのことについて聞くって、このろうそく？ダメでしょ。私のことについて聞く。好きな食べ物、意味ないでしょ。私のことじゃない。レックス、私のことは？ナイリのことは覚えてる？ナイリ。彼女を助けなければ。私たちはそれ、ダメだな、これ。ちょっと、レックス、もうやめて。自分の名前も研究も、私のこともわかるでしょ？もうここから出なきゃ。私たちはそれ、ダメ。絶対これ以上おかしくなんかさせない。これはもう最終兵器を使うしか。何使うの？それが最終兵器なの？起きて、レックス。うわ、ちょっと静かに、あいつらに聞こえ。レックスが戻った。何のことだ？ここはどこだ？今説明してる場合じゃない。ここから脱出しなきゃ。わかった？あ、頭が重い。早く私を支えにして、外へ出るの。わ、
わかった。よし。で、ドア開けなきゃいけないんでしょ？ドアじゃないや、窓。柵を取らないと。で、ここになんか丸いのあるじゃん。これさ、今持ってるもので多分どうにもできないだろうから。あの、ブラブラしてるコインを使うんじゃないかと思うんだよね。取れないの？取れない。あ、これじゃない？スポッ。よしよし。振り子を手に入れた大きなコインみたい。で、戻る。あ、戻って。これで、こう。お、そうだね。あ、一個ずつやんなきゃいけないのか。はい。で、ここ上。ん？ここ。で、ここ。こいつを取ろう。ゆっくり音を立てないように。お、外れたね。よし、行こう。よし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 。買おうよ。よし、うまいこと逃げれたね。あ、ワイルドダックに戻ってきた。帰ってきた。大好きなお家。生きてる。何が起こったの？あいつら誰なの？俺をぶったやつはホワイトマスクだ。わかるだろ？あのポスターの変な男。でも二人いたよ。その男と女。ああ、女の声が俺に話しかけていたのは覚えている。そうだよ。レックスを洗脳してたんだよ。変な道具を使って。レックスはブツブツ何か言うだけだし、正気に戻すの大変だったんだよ。ライリー、俺を置いて逃げなかったんだな。は？どういうこと？なんで置いていくと思ったの？感謝するよ、俺を助けてくれて。ところで、あいつら私たちのこと追ってくると思う？いや、多分来ないだろう。俺たちが警戒してるのも知ってるだろうし。だが心配なら王室護衛隊に助けを求めてもいいが。王室護衛隊？なんでこうが出てくんの？ナイリ？大丈夫か？王室護衛隊はダメ。私がここにいるのはあの人たちのせいなの。上流地区にいた時、護衛隊が私の家族を刑務所に入れ、ん？私の家族を刑務所に入れたの。私はなんとか逃げ切れたけど。ナイリ、本当か？お前の家族は何をしたんだ？知らない。きっと誰かに騙されたんだ。家族を探さなきゃ。無事なのか確かめたいの。そうか。じゃあ護衛隊はダメだな。あいつら使えないしな。使えないの。王室護衛隊はソルーナタワーのことにしか興味がない。だから貧困地区はギャングによって支配されてるんだ。ギャング、それにマスクの変なやつ、人のことを守らない護衛隊。なんでこんなに世の中はおかしいの？まあ、俺たち二人だけでこの街を変えるってわけにもいかないし、何も変えられないだろうな。今できることは、いい睡眠をとることだ。うん、ちゃんと寝て。寝る？
誰？ヘッサと、マヒアだっけ？だかって人だったよね。なんかすごいことになってる。起きろ、ナイリ。朝だぞ。わー。よく寝られたか？あんまりここに客を招くことはないんだ。よく寝られたよ。いろいろあったけど、今は疲れも取れたし。それはよかった。よし。じゃあ、その、いい知らせと悪い知らせがある。悪い知らせ？まあ、昨日より悪くなることはないでしょ。いい？俺、人をどうやって密輸するのかさっぱりわからないんだ。そこ？俺、密輸者じゃないんだ。そんなのやったこともない。てへみたいな顔しないでほしいんだけど。でも、塔についていったのに、約束したのに。まあ、俺の塔での調査はとても重要なことだから。だから、その、密輸についてはちょっと話を持ったんだ。そんなの嘘をついたのと同じだよ。でも、ネックレスについては俺、正しかっただろ？古代の巻物も見つけたし、それ持ってんの？あ、それと、お前が寝た後、それを翻訳したんだ。私たちが誘拐された直後に研究したの？我慢できなかったんだ。って、みたいな。ちょっと待ってよ。話を変えないで。結局、レックス嘘ついたんでしょ？わかった。ちょっと聞いてくれ。あの巻物、あれは神社のことについて書いてある。神社？何の神社？ここからがいいところだ。巻物はソルーナの社のことを言ってるんだ。それって、あの女神のソルーナ？ああ、あと、ナイリのネックレスみたいな違法についても書いてある。ソルーナタワー周辺に何百もの違法があるらしい。ベアーの力を利用する特別な違法だ。それはすごいことだけど、私も家に帰りたい。ああ、そのことだが、ちょっと外に出よう。いいことを思いついたんだ。早く帰らしてよ。おう、セーブ。じゃあ今日はとりあえずここまでにしようかな。次は外に、まあ、とりあえず出るところからだね。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。